バルコデ・バルデ・オーラスは、スペイン・ガリシア州、オーレンセ県のムニシピオ、オーレンセ、ベリンに次いで、オーレンセ県で3番目の人口規模を有する。コマルカデ・バルデ・オーラスの構成自治体で、同、コマルカにおいて、唯一市街地が存在し、中心都市となっている。ガリシア統計局によると、2011年の人口は14,123人。住民故障は、 男女同系のバークエンス、もしくはバルディアス、さ、カスティーリア語による表記は、エル・バルコ・デ・バルデオラス。お、バルコ・デ・バルデオーラスは、オーレンセ県の北東の端に位置し、県とオーレンセからは、国道1 2十号線で112キロメートルの距離に、ある。シル川の渓谷の山間部にあり、コマルカでバルデオオラスのほぼ中央に位置している。主要な産業は、ワインの製造で、 この地区で生産される、良質のワインは、原産地故障バルデオーラスで知られる。ガリシア語ア社の自治体住民に占める割合は 87.、87.57%。お、バルコデバルデオーラスは、オーレン世間の北東部に位置し、コマルカデバルデオーラスに属する。東は、ルビアーとカルバジェーダデバルデオーラスと、南は、アベーガトペティント、西は、 ビラマルティン・レ・バルデ・オーラスの各自治体と隣接、北はカスティーリア・イレオン州のレオン県と接している。自治体中心地区はオ・バルコ教区のオ・バルコ地区。オ・バルコ・デ・バルデ・オーラスはオ・バルコ・デ・バルデ・オーラス司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。自治体市長はガリシア社会党のアルフレード・ラウデリーのガルシーア・ロドリゲス。自治体表議員はガリシア社会党。 9、ガリシア国民党。7、ガリシア民族主義ブロック。1となっている。5、バルコデ・バルデオーラスは14の教区に分けられる。ふとじは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。